柴田です。今日は実機とモデリングの比較動画です。今回比較するのはこちら、マーシャルのガバナー。これと僕の大好きなズーム MS50G のモデリングです。MS50G に関しましては僕かなり頻度高く使っておりまして、いろんなモデリングが入ってるんですけれども、今回は実機があるものと比べていきたいなというところで、この2つを比べさせていただきます。ではまずはマーシャルのガバナーから見ていきましょうかね。実機の方から見ていきます。つまみが5つ、ゲイン、ベース、ミドル、トレブル、レベルという感じで、これだけねつまみがあると音作りもしやすそうな感じですね。デザイン的にもおしゃれ感があります。こちらが実機ですね。そして MS50G のモデリング、これつまみが3つなんですよね。ちょっとこれ気になりますよね。なぜトレブル、ミドル、ベースを削ってしまったのでしょうか。これがどういうふうに出るかですね。でこの後ろにアンプモデリングをつなげております。ズーム G3N MS800、 マーシャルの800のモデリングですね。そしてキャビネットはハイワットというふうな感じで、これで撮っていきたいと思います。We'll be right back.